はい、どうもすいません。はい、今回はですね、ちょっと南 A アシュタールさん、まあだけじゃないんですけど、まあ宇宙人ですね、宇宙人。まあ私はまあ全部見てるわけじゃないんですけど、エラなんとかっていうね、あれはなんかね、参政党だからもう問題外なんですけど、で結局ね、誰かがやってるわけですよね。誰かがやほん、うん、そういうことですよ。だからまあね、まあ南アシュタルさんもね、依存依存って言うじゃないですか。依存ってね、超次元ライブでも依存っていう言葉が出てくるんですよ、絶対。そういう質問に答えて、なんか依存ってね、で、依存と情報を得るのとどう違うのかっていうこととか、まあ依存っていうものの定義ですね。それってこう、なんていうかね、まあ白黒じゃないですよ、0、100じゃないけど、ないじゃないですか、そういうものはね。ないですよ。別に依存したって、寄生したって、寄生虫の寄生ですね、寄生したっていいわけですよ。第何回ですかね。まあ、何をしてもいいんですっていう話が出してるじゃないですか。何をしてもいいっていうね。炎上覚悟じゃないけど、なんか、ね、反発覚悟で何をしても、この宇宙っていうものは何をしてもいいってね。それは別に超次元ライブだけじゃなくて、南アシュタールレディオさんでも出てくるしですね。いっぱい出てくるわけですよ。それでですね、ちょっと私はこれですね、悪意があってやってるわけじゃないんですよ。ね、それはちょっとね、理解、それを書いたんですけどね、あれにまとめに書いたんですけど、今回で5回目なのかな、それで、まあ、やっぱりですね、たくさん本数上げればですね、ちょっとは動かしていただけるんで、ちょっとそれ分かってるんですよ、私ね、そういう。なんかそういうこと分かってんです、この YouTube も。なんか2012年からやってるので、別にそんなたくさんね、見てもらおうとかね、そんなこと考えてないしですね。まあ興味のある人しか見ないですしね。でも大体こう、もう見る前から察しがつくじゃないですか。ね。だから分かるわけですよ。だからクリックしないんですよ。あ、これはクリックしない方がいいなって思ってしないんですよ。そういう、本当に、まあ、あれですよ、まあ、妄信っていう言葉があるけど、結局、まあ、もう何でもそうじゃないですかね。私、妄信してんのかもしれないし、妄信とかしたくないから、これは思ってることは全部言うんですよ。それ我慢してるとね、それ我慢してると、なんか、こびてるっていうかね。そういうことじゃないですか。ね。本当の気持ちで生きてないんだから。だから私はですね、別に誰かにどう思われてもいいし、みんな見えや、設楽さんにお会いするわけでもないしね。まあ、ないですよね、そんなね。全然。ね。雲の上の方ですからね。そんなね、こんな私、一庶民がね。だからお金払っていけば、それはお会いできるかもしれないですけど、お金ないですからね、そんなことはしないですね。で、その引き寄せの法則とかですね、それについてはこの前の4本のどれかに入ってるので、で、このページを作ったので、これの動画もこれに、それに足しますけれどもですね、それでですね、今回はですね、まあ、そういったことでね、屁理屈とかじゃなくてね、屁理屈じゃないんですよ。自由への介入っていう言葉があるし、まあ、ワンネスもあるし、絶対無限の存在っていうのもあるじゃないですか。ね。私も何回も、南アシュタールレディオさんね、ああ、いいって思ったのね、やつね、もう30回とか連続で聞くんですよ。ね。そうしないと、覚えないっていうかですね。30回連続で聞いたとしても、人間ってすぐ忘れるんですよ。1週間とかね、経てばね、もう、全然覚えてないですよね。だけど、なんとなくは覚えてるんですよ。ね。脳の端っこに、脳かなんかわかんないですけど、まあ、ハートにね。
まあ、シュタールさん的に言えばハート2ですよ、これね。ハート2入ればいいんですよ。で、別に私はシュタールさん、やっぱりね、やっぱすごいなと思うしですね、こんなこと私にはできないですしね、やっぱ宇宙人レベルだってことはですね、もうずーっと長いこと言い続けてきてるんですよ。だから、やっぱすごいなと思うんですよ。だからね、本当だと思うんですよ。人間レベルじゃないと思うから本当だと思うんですよ。だけどなんですよ。肝心なことはね、この間のね、レプティリアンはどこにいるのかとかね。もうズバリ言ってくれればいいじゃないですか、そんなね。もったいぶらないでね。だから、何でもね、もて引き寄せの法則でもね、だから欲しいって思うと逃げていくとかね、そういうのね。ちゃんと言えばいいじゃないですか、ちゃんとね。ちゃんと教えてくれればいいじゃないですか。ね。ね。選択肢が増えるとか、いろいろ言うじゃないですか。言われるじゃないですか。ね。だからちゃんと、だからその情報をですね、引き出したいっていうかですね。それを、もう私自身のためにでもありますしですね。アシュタールさん、ファンの方もいいですね。だからみんなね、みんないいじゃないですか。ね。ね、みんなが困らなくなければ、困らなくなればいいんですよ。ね。で、本当に本当のものなら、別にね、もう何回も言ってますけど、本当に本当のものを求めてるんですよ、みんなね、ずっとね。本当に本当のもの。だから私、トランプ、トランプ、トランプってね、トランプってずっと言ってるんですよ、トランプってね。トランプね。で、それをまとめたのがね、ちょっとあれしたらね、全然反発来ないですよ。この理論を全部ひっくり返せんのかっていうことでね、それ書いときますけどね、このページに書いときます。この説明のところに書いときますよ。もう本当にわかりやすくね、ピピピって書いたんですよ。で、これ全部覆せんなら、それ教えてくださいっていう感じでね。だからもうピって書いたらね、ツイッターでピって書くようにしたんですよ。別に怒られてもいいしからね、ブロックされても全然 OK ですしね。この YouTube だってね、全然誰も見なくたっていいですしね、私のチャンネルなんかね。だから私はもうチャンネル登録、減らしてくださいって、もうずーっと言ってんですよ、長いことね。外してくださいって言ってんですよ、ずっとね。ずーっと外してくださいって言ってんですよ。増えたら目立ってね。ろくなことないんですよ、やっぱね、こんな話でね。音楽だけでね、増えるならいいんですけどね。もう、そんなこう、音楽だけとか無理なんですよ、私ね。もう、こういうことを始めてもう4年になっちゃってんで、丸4年です、5年目ですよ。だから、もう無理なんですよ、もう体がね、体が無理なんですよ。もう、この世界をね、全部ひっくり返したいんですよ。だから、そのためには情報が必要なんですよ。本当のね、本当の情報が必要なんですよ。だからアシュタールさんとね、圧力かけることはできないでしょうけれども、ほんのちょっとでもね、この世界が変化、この動画1本ピッてね、発信した時点でね、いわゆる、あるいはこの録音してる時点でね、この私の波動っていうものは出てるわけですよね。絶対ね、出てるわけですよ。だからそういうことは私はわかるんですけど、もっともっとね、もっともっとみんながね、楽になるようにね。だって自由への介入ですから、だからそれを言いたいんですよ。自由への介入っていうのはね、あなたね、アシュタールさんがもう登場した時点でね、介入してるんですよ。ね、そうですよね。これね、前も言ったんだけどね。そうですよね。介入してんですよ。もう情報を与えちゃって、もうこんなにも情報を与えちゃって介入してるじゃないですか。それ見てる人が大勢いるんだからね。もう大体ね、2万人ぐらいですよ。ね、2万人、2万回ぐらいですかね。昨日か、おとといかね。あの動画出たやつでね。今のところ、コアな不安っていうかね、それは2万人ぐらいだと思いますよ。2万回ぐらいですよね、再生。もうちょっとかな。3万人はいないと思いますね。
7万登録があっても2万ちょっとだと思いますよ。でも2万人ってすごいですよね。すごいからね。で、それ以上増えないんですよ。ね。だからその増えないっていうのはこの前の4回でね、喋ってますけどね。そんな、出し惜しみしてんですよ。出し惜しみね。だから空気中から物質を取り出すってずっと言ってますけど、だから、それについてやってくれればいいじゃないですかね。通貨発行権でもいいしね。ね。もう、だから、まあ、ちょっと重複になっちゃうんで、まあ、今回は、その、まあ、4回には、まあ、前回話したやつでね、ちょっと省略しますけどね。そういうことなんですよね。だから自由への介入っていうのね。登場した時点でね、介入してんですよ。誰だってね。誰だってね。もうその人のことを見ちゃったら、もう影響を受けるわけですよ、絶対ね。多かれ少なかれね。絶対影響を受けるんですよ。ね。だからもうツイッターこう見るんですけども、ほとんどね、ほとんどこう、なんていうか、もういらない情報ですよね。だけど、まあ100件、200件に1件とか、300件に1件とか、500件に1件とか、ピッてくるんですよ。ピッてくるんですよ。私にね。ピッてくるんですよ。それを待ってんですよ。ね。だからこう見てんですよ。そういうことなんですよ。ね。自分に必要なの情報はね、ああ、これだってね、ピッてくるんですよ。今日も学校のが来たんですよね。まあ結構来ましたね。徳島大学とか、早稲田大学とかね。日商学園とかね。そういうのこう出てくるんですよ。ね。出てくるんですよ。ピッてね。ああ、これやろうと思ってね、それでやってんですよ。ね、48とかね、48、政治家48とかね、もう来るんですよ。ね。もう、ぼーっと見てても来るんですよ。ね。あ、これだと思ってね。だからそれ全部、アシュタールさんの言ってる通りなんですよ。だから、そうなんですよ。だけど、それでまだね、私はね、その、まあ、お金っていうものがね、やっぱ入ってこないからね、それで、やっぱりね、こうやってやってんですよ。ね。みんなにお金が入ればいいじゃないですか。ね。みんなにね。お金とは言わないです。お金とは言わないです。富ですね。富。富が入ればいいじゃないですかね。ね。今日もざっくりわかる。ざっくりわかる。そのね。あの方もアシュタールさんですよね。なんで日本人は貧乏なのかっていう動画出ましたけどね。まあ、あまり内容的にも私はそんなでもなかったですけどね。消費税とかそういう話でもないんですよ。ないじゃないですか、もうね。何言ってんだよ って、ちょっとね、よくわかんないよね。消費税とかそういう話じゃないでしょ、もうね。所有の概念ですよね。所有の概念ですよ。所有の概念より、あれはありますかね、もっとね。所有の概念ですよ。だから、まあ何でもいいんですけど、まあ急にそれ全部ね、買われたってあれですでしょうけどね。なんかね、だから私はタバコ代0円ってね、タバコ代04、iPhone14、路上で投げ売りってずっと言ってるんですよ。テレビの電波は無料、ラジオの電波は無料とかね。あと原子力発電所存在しない電気はね、家庭で作れるわけですからね、インターネットも作れるんじゃないのかなってね。電気も簡単に作れるのもう売ってんじゃないですか。ね。電気をね。いろいろ、あとね、まあちょっと大きくなりますけど、バッテリーみたいなのも売ってるしね。まあいろいろ売ってんですよ。ね。もう、今売ってるやつだけでもね。で、それとは別に塩水発電とかそういうのも出てるしね。それで、まあ電気じゃないって言ってるじゃないですか。超次元ライブでね。もう電気じゃないって言ってるじゃないですか。もう電気じゃないんですね。いや、電気じゃないなら何だっていう。ね、電気じゃないなら何ですかって、もうパッと言えばいいじゃないですか。ね。なんかすごいこう、出し惜しみっていうかさ。ね。だから増えないんですよ。ね。だからこれ私間違ってますかね。悪意を持ってますかね。持ってないですよ。悪意なんかないですよ。誰もないですよ。悪意のある人なんて。いないですよ。だから今日、超次元ライブ私の見てね、悪意があるからなんか削除するとかそういうの言ってたじゃないですか。ね。言ってたでしょ。言ってましたよ。
ね、それね、聞けば分かりますよ、うん、悪意のある人なんてそんないないってね、いないですよね、うん、みんな困ってるからそうしてるんですよね。だからちゃんと教えてくれれば誰も困んなくなって、お金に困んなくなって、うん、そんなことやる人ゼロになりますよ。みんな幸せになるじゃないですかね、うん、だから私は別に悪意なんかないですよ。情報を出してほしいんですよね、うん、本当の情報ね、うん、空気中から物質取り出せんならそれですよ、うん、まあそれに類似するものでもいいですよ、何でもいいですよ、どんな情報でもいいですよね、うん、知ってるものをパッと全部出してくださいよってね、宇宙人なんだからね、宇宙人なんだから地球人じゃないんだからね、うん、それ出し惜しみしてなんかオンラインサロンとかなんとかってやってるからもうね、うん、これはなんか変だなって思うじゃないですかね、うん、だから、うん、全然誰もおかしくないんですよ、うん、おかしくないんですよ、おかしくないです。私間違ってますかね、間違ってないと思うんですけどね、うん、まあ、間違ってるとかね、そういう話じゃないかもしれないけどね、うん、だ結局は商売で集客で、うん、そういうことなのかなってね、うん、だから本は図書館で借りてくださいってもうずっと録音してるんですよ。本は図書館でね、買わないで図書館でね、買ってあれしてくださいってね、うん、そうしたらね、まあ、セミナーみたいなのが回数が増えるぐらいでね、うん、別にもう絶対お金に困る人たちじゃないからね、うん、うん、いいんですよ、うん、それで情報出ればね、それでもいいしね、うん、一回誰かが知ればね、それはね、隠しておけないからね、無意識のうちに出るんでね、本当の情報が出ればですね、うん、だから疑問を持つんですよ、ね、みんな疑問を持つんですよ。んでこの間も言ったけど、超次元ライブのですね、お客さんね、クライシスアクターですよ、クライシスアクターですよ、クライシスアクターでしょ、あれね、クライシスアク演技者ですよね、演技してるお客さん役の人ね、うん、だからそういう気持ち悪いじゃないですか、うん、気持ち悪くないのかな、あれね、もうすごいね、もうずっと思ってますけどね、うん、イビユーイチロさんのはね、まだそんなでもないけどね、うん、でもね、全部、ラプトさんもそうですよね、全部うなずくんですよ、全部うなずくんですよ、全部ね、何もかもうなずくんですよ、だからそれって気持ち悪いですよね、うん、だからまあそこまで言わないですけどね、ラプトさんに言わないですけどね、うん、うん。だからみんな同じこと思ってますよ。ね。うん。私なんか間違ってますかね。うん。間違ってないと思うんですね。私は誰にもこびたくないんで。うん。ただ、うん。やっぱり情報を出してほしいなと思うんですよ。だから、こんな一生懸命喋ってんですよ。もう全力でやってんですよ。ね。うん。で、これが通じると思うんですよ。うん。分かってくれると思うんですよ。悪意なんかないですよ。誰もないですよ。誰にも悪意なんかないですよ、うん、よっぽどで、それこそ悪魔崇拝ですよ、よく載ってるね、悪魔崇拝ですよね、よく載ってるじゃないですか、ツイッターにもよく載ってるしね、うん、そんな人いないでしょ、そんなね、うん、いないと思うよ、まあいるかもしれないけど、私見たことないですよ、そんな悪魔崇拝とかね、うん、見たことない、うん、ない、うん、こんぐらいでなんか通じたでしょうかね、うん、はい、まあ、もう20分になっちゃうんで、また次回ですね、今日はこのぐらいでですね、うん、まだいくらでも出てくるんですよ、こうね、はい、どうもすいません、失礼します。